そう。そう、そう。420年から479年は、中国南北朝時代の南朝の王朝。終大の諸公国の僧や超教員が建てた僧などと区別するために、提出の姓を監視、流僧とも呼ばれる。首都は、建康、現在の南京。僧を建国する劉劉は、東信北府の劉郎支配下の三軍であったが、 魔ンの乱鎮圧で功績を立てて台頭する。403年12月、東進領の慶州に基盤を置く、政府軍を握る勘元が安定を廃して定位に即位し、座イを建国した。そして、勘元により、北府軍団は圧迫されて、劉郎氏は奮死し、これに奮撃した、北府軍団は劉友を要して結集し404年3月、権威将軍だった劉友は反撃して、 最終的に職に逃れる還元を廃止せた。竜竜は安定を福祉させ、借機将軍として実権を握った。竜竜は積極的に外政を行い、四百十年二月には南縁を滅ぼし、南縁皇帝母謡庁を処刑した。だが、竜竜の留守をついて、孫恩の残党が水路から健康に迫って何木きや劉気の等身軍を破ったため、竜竜は 迅速に帰還して、石頭に置いて、残党軍を破り、四百十一年には、関東に逃れていた、残党軍を殲滅した。また四百十六年には、後ンを攻めて、洛陽を奪取し、さらに精神して四百十七年には、長安を攻め落として後ンを滅ぼした。ただこの際にも、健康の留守を任せていた参謀の劉圧氏これが、急死したため、港南に、 不足の事態が起きることを恐れた劉裕は健康に帰還し、奪った領土も大半が、下北の異民族政権に奪取されることになった。とはいえ、これらの功績を背景にして劉裕は安定を殺害し、新帝に弟の協定を擁立した。そして四百二十年に劉裕、高祖、武帝は協定から禅城を受けて、総王朝を開き、劉裕は武帝となった。 同心以来、貴族勢力が強かったものの、貴族勢力との妥協のもと武帝は政治を行った。武帝は在位からわずか2年後の422年に崩御した。武帝の死後、長男の商帝が第二代皇帝となるが、この商帝は遊興に吹けって節度が乏しかったために層は乱れ、活代、古老などの領土が北魏に奪われた。このため424年に、除性の 風陵、社、蕾森らによって廃位され、第三大皇帝には弟の文帝が擁立された。文帝は先帝を廃立した女戦高れら三名を殺害し、名門貴族の大花、大具森首、陰帝一らを徴用して生を行った。この文帝の三十年の知性は、現下の地と呼ばれて国政は安定した。四百三十年、文帝は前年から、 北義軍が従前を攻めたのを見て、カナンに北伐軍を差し向けた。当初はカナン四鎮、洛陽、滑カツダなど、を奪取したが、やがて、北義軍の反撃を受けてすべて奪い返された。四百三十一年一月、僧の名将、ダ道成が滑台を再び奪い、さらに、北義軍を破って優位に戦況を進めたが、兵糧不足により撤退し、 奪った領土も北魏に再度奪われた。この後、北魏の申し出で僧は和睦した。その後、文帝は北魏と使者を交換して親善に努めて、両国間は平和になり、国内では布国協兵が図られた。また、僧の南方を脅かした理由を四百四十二年に討伐した。しかし、僧では文帝の安定した知性と言われながら、 四百三十六年三月に名将、段道成が文帝により中殺され、四百四十二年には、後、阿大ダの溶南島に攻められ、これは追い返した、北魏は、河北を統一して、南下の気配を示すなど、次第に状況は不穏になり出した。四百四十五年には、北魏の武将がいくれが層に降伏したが、北魏は直ちに鎮圧してこれ以降は、両国間で小競り合いが発生し出した。 449年に北儀が従前を攻めると450年1月に文帝は国内の安定を背景にして貴族の賛同を得て北伐を行うが当時の総軍は現下の地のために太平に慣れきり非力であり逆に北儀は大武帝の下で周辺諸国を平ドした軍事強国であったため総軍は北儀軍に敗れて 北義軍五十万の大軍の進攻を、憲法の手前まで受けることになった。この時は、大武帝の皇太子問題などが再燃したため、北義軍は北に帰還したが、大北義戦線の総領などは、この侵略と略奪で荒廃し、大量の物的、人的資源を失った。この北義の進攻で、僧の国力は衰退し、文帝も四百五十三年に、皇太子。 劉将の無本により殺害された。その劉将も弟の劉春に敗れて、子供4人と共に、さらし首とされて、長江に遺棄され、劉春が、後部帝として即位した。文帝時代から始まった子が父を、弟が兄を殺すという皇族の内紛運は、後の南朝において、常に続く内装の短所となり、また、僧を、大いに衰退させる一員となった。 後武帝も自身の兄弟や一族を次々と殺戮した。また、中央集権を図ったが失敗している。公武帝が四が464年に放御すると、長男の劉古行が後を継いだが、性格が凶暴。残忍で、大宝公、劉元影、カオシハクラシンを殺したため、465年に、ことぶきサビの、共さんこれにより殺害された。新しい皇帝には、 文帝の十一南明帝が擁立された。だが、この明帝も残忍で後部帝の子十六人も殺害した。またこの明帝の時代には北魏からの侵略が激しくなり、三島半島から純北までの領域を完全に奪われた。明帝は寺院の混流や無謀な遠征を連年続けて乱否を繰り返し、宗の財政は悪化した。四百七十二年に明帝が崩御すると、 長男の劉明が後を継いだが、この時にも、後部文門の維持十二人が殺戮される悲劇が繰り返されている。このように歴代が内紛を繰り返した結果、僧は衰退した。このような中、明帝時代に北義との戦線で実力を築いた、軍閥の正道なりは、行基将軍、西部健康、南演習士士、右衛将軍、栄意と昇進を重ねて、僧の実力者となった。 そして、宋の末年に発生した皇族の甲州史史で、慶応を琉球藩や慶州史史陳、有これらの反乱を平定した。このように、小道成が実力を蓄える一方で、琉明は、殺戮を好み暴政を繰り広げ、ついには、小道成の殺害を計画したために477年に殺害された。新しい皇帝には、実帝の順帝が擁立されたが、 幼少のこともあり実験は、小道なりが握った。四百七十九年、順帝は、小道なりに禅上し、小道なりは、西王朝を開き、ここに僧は滅亡した。なお、同族賞を刃中で滅亡した。僧であるが、順帝は禅上後に殺される直前、二度と王家に生まれたくないと述べたとまで伝わる。対外的には、北梁、豊久根、北縁。 高栗を作法下に置き、北方の従前とも結んで、河北で有力だった北義に対抗した。ただし、とよく今と高栗は北義からも作法を受けた。和の五王による南朝への入港の大半は、僧の時代におけるものである。また、北縁や後、阿ダ家など河北の小国を作法下に置き、それぞれ借位を与えて、北義と対抗させた。 そうは闘神を引き継いでいたため、軍事体制も健康東方の慶口と対岸の高領を基盤とする北府軍団と長江中流の慶州を基盤とする政府集団という二大軍事勢力に分かれていたが、劉優は自らが北府軍団の長として実力をつけたことを逆に恐れており、死の直前に北府長官には皇族家金親者を当て、 政府長官には御子を当てることを命じ、この歓迎は僧が滅ぶまで厳重に守られた。また劉裕は闘神が貴族に軍権を与えて権力をつけていたことを逆に危ぶみ、貴族から軍権を奪った。僧は闘神から禅城散脱したために貴族から正当性を記念されており、文帝時代には皇帝がお気に入りの初期官を貴族にしようとして、 貴族の応急に反対されたという意図はも伝わるほどである。宋時代の貴族は皇帝権力の介入さえ拒否できる権力を持ち、軍権は奪っていたとはいえ政治においては、貴族の権限は大きく、現下の地においても皇帝と貴族が相互補完的に支え合って成立していと言える。宋の皇族は互いに殺し合い、そのため国政を大きく衰退させたが、これは 皇族が県政と軍事力を持っていた上に、子祖の劉友が関門出身の軍人で社会の底辺から成り上がった人物だったため、信ずるに足りるは自分の実力だけと他人を猜疑し、僧の皇室における家庭教育の欠如が原因であるとされている。また南朝では強固な身分制度が存在していたが、月国城の風潮は常にあったとされる。 劉優は宋を成立させる過程にあたって、かつての勘音と同じように、東神時代に大規模な土壇を行って、戸籍の把握に努めている。宋時代から南朝では、現物交換経済から、貨幣経済への転換、発展が急速に進んでいた。このため商人は暴利をむさぼり、管理は汚職を行い、国政の衰退の一員となった。 また当時の基軸貨幣である銅線の材料である銅の絶対的不足で経済の発展が阻害され、給与の一策として総は民間での貨幣鋳造を許したが、逆に不法の介入を招いて、庶民の生活に甚大な被害を与た。また総は、徴税においては、銅線での納入、しかも不純物が入っていない銅線を求めたが、これは過酷な増税であり、庶民は、 戸籍の書き換えで徴税を逃れたり、生活窮防のために、反政府活動をしたして、治安の悪化を招いた。なお、宋は、後部帝の時代に大規模な徴税改革が行われた。当時の僧は、北義との戦争で荒廃していたため、中央から大使という使者を地方に派遣して、地方間に、徴税の督促を行わせて、徴税の強化を行った。これは、 中央の財政を安定させるために行われたのだが、大使が県政を傘に来て、不当な取り立てを行い、民心を層から離反させる一因を成した。5世紀に、和国、日本列島の王のうち5人が、相次いで南朝日社を派遣して長校した。この5人の王を、和の五王という、和の五王の剣士は413年から477年までに、 少なくとも9回が確認されるが、このうち413年の和王さんによる剣士は、闘神に対してであるが、421年から477年までの和王さん、和王鎮、和王積、和王京、和王部の剣士はいずれもそうに対するものである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。